続いては異国間の住人五代優作と管理人さんの大人し強行を中心としたラブストーリーをリズミカルでコミカルな展開で描く高橋留美子作品メゾン一国からこのキャラクターが登場。はいはい、さあどうぞたくさん飲んでください。今日は許します。管理人さんどうもすみません。心優しくも気弱で優柔不断な五代優作。そしてメゾン一国の名場面といえば、京子さんとの結婚が決まった五代は一人京子さんの亡き夫総一郎さんのお墓参りに行き、そこで何しに来たんだろう。初めて会った時から京子さんの中にあなたがいて、そんな京子さんを俺は好きになった。だからあなたもひっくるめて京子さんをもらいます。そんな五代優作の声の主に土田が会いに行く。そしてこのメゾン一国ね、ずっと見てました。僕のね、親友のね、小池康夫君がですね、あまりにもハマって自分の部屋にですね、管理人室っていうプレートを貼ったぐらいです。青春時代を思い出しながら打ち合わせ中という本人のもとへ、ね、こちらですけれども。はい、すいません。はい、あ、メゾン一国の五代さんの役をやってる方がこちらにいらっしゃると言って聞いてきたんですけども。はい、どうも初めまして。どうもどうも。どうも初めまして。突然の訪問にも心よく迎え入れていただき、お話を伺えることに。五代さんで、ちょっとよかったらあの一言なんか疑ってるわけではないんですけど一個なんかセリフを。わかりました。はい、管理人さん、ちょっとだけ遠回りして帰りませんか。ありがとうございます。他あのどんな役をやってたか。あ、筋肉マンとかね。筋肉マンの筋骨マン、はい、筋骨マン、筋骨マンやってましたか。そうですよ。ちょ、筋骨マンもなんかワンフレーズ、なんかワンフレーズ私は筋骨マンちゃんでございますよ筋骨マンだサザエさんぐらいかな、はい。サザエさん誰ですか。サブローさん。サブローさん、三河屋の。あ、三河屋さん。え、セリフ一個いいですか。はい、お魚くん、じゃあ三河屋です。これみんな来るでしょ。これはちっちゃい子からお年寄りまで来るでしょ。え、三河屋さんと五代君一緒なんだ。一緒ですよ。本当だ。ですか。意外なキャラも演じている五代優作の声の主、一体どんな方なのか。ぜひですね、あの、はいはい、顔を、え、こんなまずい顔でよければ。あ、いいですか。いいですよ、別に。あ、本当ですか。あ、じゃあありがとうございます。さあ、ということで、メゾン一国の五代君の役を演じた高さんです。神井さんでいいかな。恥ずかしいよもう。二俣さんは他にもうるせえ奴らのチビやハイスクール鬼面組出世日吉の声も担当されていたんです。